ちは。今回は負けヒロインが多すぎる第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。6話もやっぱすげーな作画も、こんなコロコロ場所シーンが変わりまくりのテンポ、劇場アニメやん。これが派遣アニメか。あやのがボンクラすぎるな。内容良くて一瞬で終わった。なんなんだこのアニメ。ぬっくんどんだけ勝ち組なんだよ。同じ学校の女子4人とお泊まりとか。五平餅食うは寿司食うは、相変わらず食欲に忠実なことで。原作ババだけどちゃんと風呂のシーンやってくれて安心したわ。やなみさんでかすぎる。エモすぎるやんか。結局五平餅も食ったんか。シリアス気味だったからやなみさんが癒しだったな。焼き塩編次回で終わりそうだな。いい話だけどあんま盛り上がるところはないから英断かな。いつもやなみちゃんの横でよだれを拭いてあげたい人生だった。綾野が浅雲さんとぬっくんの仲を誤解した時のお前が相手ならって発言してたが、綾野の中でぬっくんの評価が高すぎないか。彼女が自分が乗り換える相手としてぬっくんなら仕方ないと思ってるのかよ。綾野の目は節穴だからしょうがない。男どもからの評価は意外と高いんだよな。女性からは散々だけど。袴田からも評価は高いからな。男子から高評価で、女子には大体誤解されてる男。父がない困りでも肩こるんですね。先輩の男どうした？電話くれた時ちゃついてんのかと思った。てか初心者で大きい車乗ってんな。濡れすけやなみさんはどこ行った？しかし面白さが落ちないな。ちくわ屋前でなんでぬっくんは本当のこと話さないのかと思ってたけど、そういう展開か。寿司を取る取らないで殺意をみなぎらせるやなみさん。力負けぬっくん好き。面白やなみさん横からずっといて、レモンちゃんが見だめ展開なんでしょ。騙されんぞ。とかこうと思ってやめたが、まさか誤爆とは。声がすげえ辛かった。今日も面白かった。シリアスとギャグのバランスが素晴らしい。やなみさんは自由すぎる。でも可愛い。鈍感主人公ってこんな風に悪気なく負けヒロインのメンタルをえぐってたんだな。焼き塩ご一族もなかなかの上級国民やの。風呂シーンのレモンちゃんの日焼け跡って海海の水着の形の日焼けってことだよな。倉庫でぬっくんを下押してた時からあのままじゃないっけ。浅雲さんは物分かりの良い風なこと言ってるけど、独占欲と執着心が丸出しで、上田玲奈が良い仕事してるわ。繊細っぽいけど実際クソ面倒な女の芝居が上手すぎる。人間としての良し悪しはさておき、あのエゴイズムが強さの証だと思うわ。今回は前回ほどギャグに振ってなかった分、シリアスシーンに力入れてたな。気温ぬの泣きそうな演技聞いて、こっちも涙出そうになったわ。バスに乗ったレモンちゃんの涙を見てたらいつの間にか視界ぼやけてくさ。負けた側の心理をすごい丁寧にやってる。単なるギャグだけの作品かと思ったら全然違うから、いい意味で驚いてる。コマちゃん貧乏なの。そんな金持ちではないと予測できる。コマリちゃんの家貧乏なのか。正直ウニがうまいと思ったことがない。俺も。異能力や超常現象なくても面白い作品は作れるという A1 からの挑戦状。っていうかレモンちゃんを慰めても何の解決にもならんよね。新しい男をあてがわないと。彼氏ができたら出番がなくなってしまうかも。たくさん食べる君が好き。たくさん泣ける君が好き。入れ替わり立ち替わりでぬっくんのところへ呼ばいに来るんですよね。おばあちゃんもですか。こいつ実はでかいな。ラノベのヒロインだから大きい。水着会見て変の会。一カップだっけ。やっぱ派遣だわこれ。久しぶりのあれがいる系の学園アニメ。男一女子のお泊まりで何もないわけがない。五等分では何もなかった。どこからこのアニメの予算は湧いているのだ。アニプレなので独立系制作会社としては A1 は京アニと並んで財務体質と制作管理体制がしっかりしてることで有名。最後は視聴者投票で勝ちヒロインを決める方式にしてください。部に負けヒロインが揃ったけど、その中に混じってる勝ち組が一人。
このアニメ、柳ジョージさんの魅力で半分持ってないか。せいぜい7割くらいやろ。柳8割、コマリ2割や。正直ぬくみずは柳よりコマリの方が相性良さそうやわ。さすがに焼き塩さんが不憫だったわ。でも和歌山さんの泣くのをこらえる演技は良かった。名役シーンあった。風呂上がりの焼き塩ちゃんより柳ちゃんの方がいい匂いというのは出なかったか。アニメでは入れづらいわな。ちなみにあのお風呂のシーン、アクスタとして出てたりするみかんの口への3枚目のため。朝雲さんみたいにレモンちゃん追いかけるの止めようとしたり、ぬっくんに相談と見せかけて私悪くないですよねって確認するような、良くも悪くも女って感じの方がモテるんだろうな。勝ちヒロインは勝つだけの強さがあるよな。いいよね、男の友人、実際は違うの評価は各星と好感もある。なんという良い笑顔よ。わあかわいい。この直後に殺意むき出しで襲いかかるという。サワガニをゲットしたコマリかわいい。インドア少女なのにカニとか触れるんだな。ああいうの無理な子多いのに。あんまり裕福そうに見えないし、カニとかザリガニとか取って食ってんじゃね。栄養が足りなくて他の女キャラより小柄で貧乳になってんだよ。そしてこじらせて中二っぽくなってんだよ。なんかそんなキャラ別のアニメでいたな。ヤナミは好きなのは袴田だけど、相性良いのはヌックンなんだろうな。こいつら掛け合いのテンポが良すぎる。豪邸金持ちが多いアニメだな。なお、給料現物支給だったヤナミ宅はどんなんだろう。ヤナミさんはもうコミカルな役割を一手に引き受けてもろて。焼き塩エンディングが女の子が王子様にダンスを教えてもらってハッピーエンドのおとぎ話だと気づいてしまって今普通に涙出た。真面目に脳破壊見せられると辛いだけだけど、ちゃんと楽しいパートもあるからバランス取れてるよな。濃密な30分であった。焼き塩がポロッと好きだったの口走っちゃったのが面白かった。その後大変だったけど、柳さんはぬくみずのこと完全に異性として見てなくて、酢を出しまくってるのが良きだったな。寿司への執着もすごかったし。辛い辛い。レモンちゃんほんと良い女だよ。和歌山さんの演技良い。涙をこたえて喋る声うますぎる。やはりマケインの本質はど真ん中ストレートのラブコメ。柳さんから目をそらしつつ、焼き塩ちゃん、実際火星開拓とかそういうすごいことやっちゃうのかもしれないけど、本当に欲しかったものだけは絶対手に入らないんだろうなって思うと、得られる栄養素は高いけど悲しいよね。レモンが語る童話の中の男の子と女の子、礼儀作法もダンスも知らない女の子にそれらを教える王子様がエンディングの映像をなぞるような、むしろエンディングがそれを元に作られたのならすごいなって。あくまで物語、夢とするレモンの切なさも相まって胸がキュッとなりました。レモンちゃんが盛大に敗北を晒してしまうかい。レモンちゃんも抜けているところがあって楽しませてくれます。しかし主人公も負けヒロインどもに振り回されているけど、十分楽しい青春を過ごしているように見えて羨ましい限りです。レモンちゃんの童話のシーンを見た後に、いつも通りに元気なレモンちゃんを見せられると余計に辛い。変に明るいわけでも暗いわけでもない、本当にいつも通りなレモンちゃんなのが。ぬっくんの焼き塩っていつも笑ってるけどとかもしんどい。本当にテンポが良くて面白い。その安定した面白さ以上に柳美杏奈の魅力的な作画に目がいってしまう。可愛いだけじゃなくてナイスボディにポニテの破壊力がない。ぬくみずを押し倒した時の柳美のボディラインも極まってるというか、もう最高です。事故ったレモンがかわいそうだけど、元はといえば鈍感メガネのせいだろう。こと戦隊の教習所通いが役立つところなんて伏線しっかりしてる。レモンと柳美の健康美とは違う困りの可愛さもいいな。あとはレモンがもっと上手に負けられたらと。ぬっくん頑張れ。綾野に対する焼き塩さんの告白が直球で語られるとは思わなかった。幼馴染の地位からの転落がとても悲しいものがある。ここで朝雲さんが綾野をつなぎ止めたからよかったけれど、綾野が焼き塩さんを追いかけたらギスギスした結果が待っていたと思う。修羅場回避したと思ったら、レモンちゃんの話の流れでつい思いを伝えてしまった昇進会。誰も悪くないのにね。
悪いのは浅雲さんのメカ類。ぬくみずくんが追いかけたが、陸上部のレモンちゃんを追いかけた君は立派に主人公だよ。レモンちゃんの童話は胸を締め付ける。彼女の昇進を癒せるかな。あの場面で追いかけてくるのが今までのラブコメ。でもこのアニメは追いかけてきてくれません。レモンはかなり辛いよね。無理して笑顔を作ったりしているのを見ると胸が締め付けられます。ただぬくみずや文芸部の部員がレモンを気にかけてくれているのが救い。最悪な形で綾乃への気持ちを伝えてしまった焼き塩レモン。物語はめでたしめでたしで終わらなかったどころか、続く現実は彼女に真空を与える。割とドロドロしてる内容だったけど、芸人枠ヒロインがギャグやってくれるおかげで重くならずに済んだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。さまざまな考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。